ボーディングブリッジ。ボーディングブリッジとは、ターミナルビルから、旅客機や客船に、乗客や乗員を乗降させるための設備である。パッセンジャーボーディングブリッジ搭場橋などとも言う。ボーディングブリッジの一端は、ターミナルビルに取り付けられている。もう一端は車輪、もしくはレールによって移動し、各々の機種の乗降口の位置に合わせて、伸縮、旋回、昇降でき構造になっている。 機体に接する末端は蛇腹になっていて、機体の形状に合わせて密着する。一般に通路部分は屋根と壁で周囲を覆われた箱型になっており、外気からは遮断されている。以前は窓が少ないものが多かったが、最近では大型ガラスを使用するなど、最高性、開放感のあるものが増えている。通常、旅客の乗り降りは船舶と同様に、 機体左側、ポートサイド側前方からのみ行うため、ボーディングブリッジは、航空機のポートサイド前側に1の3台、配置されるが、かつては、ジョンカイケネディ国際空港で、後部ドアへのボーディングブリッジが使用されていた。この方式は、現在では、オランダ・アムステルダムにある、同国最大のアムステルダムスポール空港、ドイツのフランクフルト空港、並びに、ミュンヘン空港で採用されている。 また、東京国際空港の第2ターミナルでは20時以降の到着機、ボーイング747、ボーイング777、ボーイング767に限るで、60番から64番スポットに到着する一部の便において、ポートサイド側2台、B767 は1台スターボードサイド、機体左側側に1台、通称、RPB、ライトパッセンジャーボーディングブリッジ、 最大で三大配置とされることがある。そう2階建て客席を持つエアバス A380 に対応し2階部分に直接装着が可能なボーディングブリッジを設置している空港もある。日本では成田空港の第一ターミナル南ウィングの46番ゲートなどがそれである。港によっては船舶への乗降用にボーディングブリッジが設置されていることがある。 基本的な仕組みや構造は空港のものと変わらないが、潮汐や波浪による船体の動きに追従できる機能がついている。クルーズ客船や大型フェリーのような旅客船への乗降に使われているが、そのような船が頻繁に出入りする港はそう多くはない。そのため、設置数、率は空港に比べるとはるかに低い。傾斜は生じるが、 階段式のタラップに比べると段差は大幅に少なく、バリアフリーの観点からは、優れていると言える。しかし、伸縮可能な構造であるため、手すりが設置できない部分がなる。傾斜や段差があるために、安全乗車椅子はリフトを利用した乗降となることも、あるとされていたが、三菱重工グループの三菱重工交通機器エンジニアリング株式会社、ミテスが14年に、 内部通路の段差を解消し、内部通路床面をフルフラット化し、伸縮地内側の伸縮部を保持する内部、通路両側面にあったガイドレールを配したバリアフリー型 PBB を開発、羽田空港国際線ターミナルや伊丹空港に設置され、さらに2017年に小型機の地上高が低く旅客ターミナル2階からの PBB 仕様で傾斜が急になり、 バリアフリー面から支障があった従来型り、新ジン船長を長く取り傾斜を緩やかにし、構造、昇降装置、走行装置などを再設計した小型機、太陽ロング PBB も開発し、宮崎空港などに設置されている。船体や機体の大きさや中期位地によっては、ボーディングブリッジが使えないこともあり、その場合はタラップが使われる。また、設備が充実していない。 地方空港並びに格安航空会社に対応した第二次空港や大規模空港の格安航空会社専用ターミナルではボーディングブリッジを備えていないことがある。これはボーディングブリッジの設置コスト、エプロンに接した幅の広いターミナルビルと専用設備が必須とそれを反映した利用コストがかかることに加え出発時にプッシュバックが必要となり 運用コストも上昇するのが嫌われるためである。また、ワシントン DC のダレス国際空港や、メキシコシティのベニート・フアレス国際空港などでは、という、上下道が可能なバスを使いたーミナルと飛行機の間を移動することもる。同様な車として、機内食を機内に搬入する、フードローダー車が存在する。また、車椅子利用者や、歩行困難な搭乗客に対して、 タラップやステアを使用せずに登場するためのパッセンジャーボーディングリフト、リフトバスも存在する。近年は地方空港でもバリアフリー化推進の流れが出て来ていて機体付属のタラップを使用せずに PBB を拡大使用できるような後付けアダプターを開発したり、地上からの乗降時も後付けスロープを別に作成設置して車椅子など体が不自由な 利用者でも利用できるよう対応を拡充させている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。